はい皆さんこんにちはヨガジェネレーション代表の三蔵でございますいつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます今日もヨガ解剖学講師内田勝之先生にご登場ですはいこんにちはよろしくお願いしますしお願いします、はい、あの前回前前回と、はい、セラピーってなんだっけヨガ解剖学をセラピーとして切っていくこれ何ですかみたいなところで え次回行えるね、9月2日にヨガ解剖学セラピー、膝関節編っていうところのね、膝って何ですかそれ学ぶとどうなるんですかみたいなところをお聞きしましたけど、あの、このシリーズ撮っていきたいんですけど、あの、ちょうど何回もこれをいいことは聞きたいなと、あの、伝説のアナトピック骨盤ヨガという、そもね、ヨガセラピー講座シリーズ作るのも、この、 骨盤、穴骨シリーズが、まあ、原型というかきっかけというかベースになっているところもあるじゃないですか。セラピーを語るにはこのアナトミック骨盤ヨガ通称我々穴コ骨と呼んでますが、はい、ここはです、ね、座学というよりはヨガのメソッドでございます皆さんもしご存じない方が、ね、いらっしゃったらもうぜひ受けていただきたい、はい、もう伝説ですよ、まあ、ヨガ関係者が、ね、56000人もうすでにこの10年以上で受けた。 講座でございまして、このワークショップが9月2日にあります。あの昔はね、その受けた方の感想がキャッチコピーになった時代もあるんです。<laughs> きついだけど抜群に効くっていうこの生徒さんのこのワークショップを出られて漏れた言葉がそのままキャッチコピーに講座のねキャッチコピーになった時代もあるんですが、やはり。 えー、メソッドというのはすごく生き物だなと思ってまして、まあ、ただきついっていうところからやっぱりこの解剖学をベースにしたこのヨガのメソッドってすごいっていうところにこの10年で成長してきた日々ではなかろうかと僕は見えてるんですけれどもまずあのアナトミック骨盤ヨガをね、まあ、認知されてるんですけどまだ知らない方に今日はまっさらでアナトミック骨盤ヨガって何ですかみたいなところってお聞きしそこから始めてもいいですか。ははい、はいもちろん,もちろん あのーまあ、アナトミックは解剖膜骨盤はもうまさしく骨盤という形で骨盤にまあ一応特化をしたヨガだよという部分で、あのー、やらさせていただいてるんですけども、まあ、体の中心部分でねで、まああのーまあ、キャッチーじゃないかという部分もあるんだけども何をしたら骨盤にいいのっていうのってこういろんな場所でお話ししてる通り、ね、骨盤自体が。 なんかこう神秘の領域神聖化の領域があるので、ね、骨盤あるあるでいろんなこう悩みどころを持たれる方もたくさんいると思うんですよ。という中であのまずこれどうでしょうという僕なりの提言というのかなあのそれこそセラピー講座で、ね、あのこういう骨盤のなんていうかな、まあ、悲しい話現実の話があるよいわゆる、まあ、ビジネスとして骨盤が成り立っていてる。 嫌、まあ、なイカだけでちょっとぼったくられてるような空気感っていうでそこにおいてあの自分でジャッジをして自分の体で体験してもらったらあの迷うことがないんじゃないだろうかっていう部分を思いを含めてやったメソッドが、えー、アナコツ、まあ、アナトミック骨盤ヨガなんですけども骨盤周りにヨガのアーサナを通してその熱を作る熱っていうのは本当にあの温めるっていうことでねそれをすることによってもう シンプルに変わることっていっぱいあるんじゃねえのだってことをこうテーマにさせてもらってるヨガですっていう感じなんですね。これはやっぱりまあ当時はきついスーっていう人が多いまあすなわちやっぱりキープの時間が長かったりじ、はい、んわりとこの骨盤周りに効くってところからそういう。 声が漏れてそれがキャッチコピーにもなってでも結果、その地味にこう時間をかけて深いところまで深部まで聞くことによってクラスを受けた2時間後にわーっていうところになるっていうのが穴コツだなと思うんですけど、はい、なんか、まあもう5、6000人受けてますんでねあの人気は人気なんですけどあのそこに最近はテーマ性を持ってるじゃないですか。はいはい まあ、なんかこう僕はあれが好きでなんかこう同じメソッドだけども全く同じ講座はないっていうのがプロじゃないですか。だからせっかくだからその毎月行える7な骨盤ヨガワークショップ2時間のワークショップなんですけれどもこちらに何かテーマというかねでそのテーマはね例えばわかんない。 マスに訴えかけるなら徴用金フォーカス回とかってやってもいいんですよ。そんなのはまあ将来やってもいいんですけど、なんか内田節が出るテーマなんですよね。それはなんかテーマというか、なんかストーリーみたいな感じに聞こえるんですよね。なんかちなみに9月の2日のテーマ、タイトルをこの前いただいたばっかりですけれども。 これがねヨガの先生どう捉えられるかっていうのはまあ分かんないですあの僕はこういうのがあっていいんじゃないかと思ってチャレンジングなまあトライを打ち合わせしてるんですけど、うん、アトミック骨盤ヨガというタイトルがあるにもかかわらず9月2日のテーマは「人生って悲しいけれど」ねはい、点この「てんてんてん」が重要なんですけどね「<laughs> その人生は悲しいけれど」というテーマで2時間 ワークショップアナコツメソッドを2時間もふんだんにもう余すことなく体験してもらうってこういうなんか、まあ、実体験に基づいたなんか経験をワークショップに落とし込むこれってなんかどんなきっかけどんな思い、うん、何のきらめきでそうなったんですかうち田先生の中でえっとねこれひひまあもう僕もともとはずっとそういうふうにあのー、ねあのナコツ以外でも そういういいクラスをやっているので一つはあのー、まず八足の勉強を僕まあおろそかにしてる部分があるしあのー、語れないんですよね僕にはっていうヨガの先生八足のお話をねクラスの中では語る部分があるじゃないですかだけど僕はそこを語れるほどう、まあ、勉強してない、まあ、もしくはそこにそれ以上の興味が持てなかったっていうのももちろんあるんですけども でその中でじゃあ自分ができることは何かなって言った時にじゃあ8足を用いて語ったクラスの向こう側には何があるのっていうことが僕は一番大事じゃないかなと思うので来てくれた方10人いたら10人の人生のストーリーが当然あって来てるわけですよね。例えばば超ハッピーでユテジのスタジオに来てくれれた方もいれば この時間を捻出するために、もしかしたら旦那さんと朝、喧嘩をしてきてくれた方もいるかもしれない。複雑な思い出。そんな形で10人がそれぞれの人生を背負ってきてくれているわけじゃないですかと。その中でえクラスをしてもらったときに、なんか映画を見るようなクラスをしたいなっていうのがあるんですよ。うんうん、映画を見てえ自分の人生にそこに当てはめる。うん、で、あー、みたいな部分。 それが僕は穴コツでできたらいいなというふうに思っているので、うん、1、えー、一冊の本を読むように1本の映画を見るような時間私がこの中の2時間の中の主役ですっていうのを一人一人こう主役感を味わってほしいなっていうようなそんな思いでアナコツやってるんですよっていう感じです。あのまあ、それがミキゾーが好きなんですよ、まあ要ははい ヨガのクラスに人生を反映するなんて言ったら抽象度が高くてえどういうことっていう人が多いかもしれないですけどやっぱり生き方生きざま人生えこれを色濃くストーリー性を持たせてまさに先生はそれを映画とおっしゃいましたけれども一本の映画、うん、そそもしくはその2時間は自分の人生を走馬灯のように振り返りながらなんかアスク 今もしくは明日への活力に変えていくっていうようななんかそんな時間がヨガにできる可能性があると思うんですよね僕我々はでただ普通ねそれをこうやろうってなってまあ、昔から先生そういうことをされてるんですけどでも出してくるテーマのタイトルが「人生は悲しいけれど」っていうふうにもうね大体ね内田先生のテーマってね「あの金」 イン <laughs> から入るんですよでもだからねあれねほんとにねあのー、だから誤解されないように僕は今日声を大にしていきたいんですけどあれ「インで入って「インで抜ける話じゃないですからねね。大体ね 7割、8割、インの部分を書いて、最後にね、メッセージがこうあって、これをひっくり返していこう、その日にっていうなんですけどね、あれね、誤解してる人もいると思うから、あの声を第一っていうかね、若干インっぽく見えますけれども、あれは講座の現場はそうじゃないですからねと。<laughs> そうですよね、じゃあ先生。<laughs> ね、<laughs> いや、だからその内田先生の人間性も垣間見れるというか、まあ、あのー、なんだろう、多分ね、 内田先生最近某ヨガ雑誌からお声がかかったじゃないですか？エッセイ書きませんか？あれを多分見られたんだと思うんですよ。あはいはいはい。おそらく。だから文章本当にうまいなってなんか作家志望だったんですか全然？いやいや僕はたまたまあのー、専門学校が前もちらっと言った通りでなんかそんなようなちょっとうさんくさい物書き系の専門学校に行っちゃったっていうのはライターのなんか勉強されたんですか。あそうですそうですそうです。いやだからそういうのもね、えー、皆さんあの意外でしょ。 ヨガ解剖学の先生だけど、その文章をもかけて、意外にその内田先生の人生をね、そこで垣間見れる。<laughs> あの、まあ、内田先生が解剖解剖学をね、背にしながら、こう、背負いながらヨガ業界に入ってこられた時も、僕はやっぱり一番最初に感じたのは、反骨精神みたいなところですから、なんか、<laughs> ね、うまくこう、なんか、なんか負けないぞ、ちゃんと乗り越えていこうみたいなところ、切り開いていこうみたいなところが、まあ、次回の。 アナコツワークショップにも出ればいいなぁなんて思いますのでちょっとこう話してるだけではね、はい、何のことって思うかもしれないですけどリンク貼っときますのでぜひアナコツのワークショップページ見てみてください <laughs>、はい、なんか先生最後にアナコツのことに興味を持ってく,れくださった方とか <laughs> 9月10日あの <laughs> 1日毎月ワークショップありますんでそこに参加してみようかなと思ってくださった方になんか最後メッセージいただけますかはい、はい、あの1個まあ手前味噌になってしまうかも,もしれないんですけども まあ10年、ちょうど2013年からやっていて11年目なのかなちょっとまあそう,そういう感じじゃないですかっていうところだけどあのやってるシークエンスってっ、えー、と一言で言うともう究極のマンネリズムなんですよ鼻骨ってポーズで言うと僕3つぐらいしかやってないです、うん、この10年間でもまあ3つ4つみたいな感じじゃあそんなマンネリのものに対してなぜ人がこうやって動いてくれるのって言ったらばそのそこには1個やっぱり人っていうものが常にあって いわゆる、まあ、その情緒的な価値っていうものをこう見いださせてもらってるよっていうそこがまず穴こつなんだよねっていう感じで例えばあの中島みゆきさんを好きな人がね本当に全部暗かって聞いた後に絶望しか残んなかったら中島みゆきさんってこんなに誰もが認知しないじゃないですかっていうと同じなんですよ。って 陰極まればようになるっていう部分が必ずあるので、そのなんか私の中の悲しい部分もあるけれど、いやいや、こんなに私ってハッピーな部分もあるんじゃないかっていうのが見えるために、1回マイナス覗いてみるのもいいんじゃないのなんていうのがあって、そこは毎回テーマを変えてるんですよっていうところで、うん、でもアーサダだけ見たら究極のマンネリズムっていう、なんかこんな仕掛けになってるんです、あなコツっていう感じです。うん、いいですねしかももう やっぱりこの穴骨を学んで、えー、これ、10月だったかな、養成講座も久しぶりにあるじゃないですか。確か、久しぶりの養成講座だったと思うので、このメソッドを本当に極めて、はいあのー、クラスに取り入れると、ものになりますよっていうのは、まあ、これ裏方のポジショントークに聞こえてほしくないですけどあの、プロの目線から見て、これ、あのー、メソッドをしっかり覚えて、提供できる側になれば、 あな,たあなたのクラス必ず光りますよっていうのはもう実績がありますんでね我々1311年もやってきてる中で実績が生み出された先生がもうもうま真っとうにもう活躍してるシーンを僕ら何人も見てるんでそういう指導者に、ね、なりたいっていう方もね10月のその養成講座とか情報を見て頂ければなと思いますのでまずは受けたことない人は体験に来てみませんかと。 はい、ぜひぜひ、はいあの。詳細、下に載せておきますということで、先生、今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、それでは、はい、皆さん、またお会いしましょう。ありがとうございます